ビ。貝塚とは、食べかすや壊れたものなどを捨てたゴミ捨て場。ここ東明遺跡は国内最古の湿地性貝塚。なんと発見から30年。今日の探しいテレビは、東明シンポジウム縄文貝塚を知るの話題です。西田さん、発見から30年なんですね。東明遺跡は通常の遺跡では残らない動植生物が大量に出土し、しかもその多くが日本文化の起源を知る上で大変貴重な資料なんです。その東明遺跡の特徴の一つが貝塚です。その貝塚を知り活用していくためのヒント、例えばこちら里浜貝塚。日本三景の一つに数えられる宮城県の松島にある貝塚遺跡です。ここでは縄文料理やものづくりが体験できる事業を展開されています。縄文時代の料理食べたい。さらに愛知県田原市にある吉後貝塚では、土器作りや弓矢体験など豊富な体験学習とオリジナルグッズ販売が人気です。あの縄文式土器が作れるなんてドキドキ。発見から30年、東明遺跡の整備活用の可能性の大ヒントになるものばかりです。東明シンポジウム縄文貝塚を知る整備活用の可能性を探るは11月30日に開催。場所は佐賀市立図書館です。縄文貝塚の課解決したい、いにしえのミステリー、ずっと知りたかった課貝塚を知ろう。